はい、どうも、ユッキーです。ペーパー、巻き紙。今回は、スモーキングのレッドです。こちら60枚入りで100円。まあ、普通の、厚さは普通。うん。普通の巻き紙と同じ厚さだって書いてありました。それではこちら吸っていきましょう。吸うのはドラムのオリジナル。で、吸っていきます。スリム、ピュアの、スリムフィルターを使っておきます。まあ意外とね、こういうね、普通の厚さのやつでも、うまかったりするんだけど、まあ、俺、結構、紙巻き、タバコは吸いますんで。まあ、意外とこういうのに慣れてれば、美味しいかもわからない。うん。これ、あれですね。紙の臭さがあります。うん。紙を燃やした時の、臭さが結構ありますね。うん。まあでも、そこまででも、前吸った、なんだっけ、マキマサの、オレンジ色のやつに比べると全然あれですね。納豆みたいな香りはしない。まあ、単純明快。特にそこまで癖が強いとかでもなく。まあ別に至って普通って感じですかね。こちらが。スモーキングの、レッド。燃焼速度が最速と書いてあります。手巻きタバコをソフトに巻いた場合、ベストな、燃焼速度。スローバーニングは疲れるという方へと書いてありますね。最速か。世界最速。まあ、まあ、わりかし普通ですね。まあ別にそこまで最速って書いてあるけど、まあ最速だから何なのか分かんないけど。まあ、割かしドラムの味も割かしするんで、まあ、レギュラーのそのフィルターを使ってれば、まあ、レギュラー巻きだったら、割と、まあ、美味しいっていう感じもあるかもしれないですね。スリムだと、どうしても紙の割合が大きくなるんで、こういう紙臭いっていう、感じもあるんだと思います。まあ、俺ずっとスリムで吸ってきたけど、ちょっと最近レギュラーのね、巻き方も、まあフィルター買おうかなとか考えてます。ただ、レギュラーで巻くと、どうしても、コストがかかる。というか、葉っぱの量が多くなるんで、まあ、消費が早くなる。ただ、その代わり、
まあ、その代わりあれでしょ。まあ、味は濃くなるんじゃないですかね。スリム用か。まあ、これはまあ普通ですかね。三つ星。三つ星。ご視聴ありがとうございました。